皆さんこんにちは、横浜 FC CRO の内田智也です。本日はフリマル似顔絵大会ということで、こちらの4名の選手が挑戦いたします。選手たちが待ってますので、早速行ってみたいと思います。早速お絵かきタイムに移りたいと思います。その前に簡単にルールを説明したいと思います。制限時間は10分でいいかな、10分です。手元にフリマルの見本を数枚置いているんですが、それはもう1分だけ見ていいです。その後は想像しながら書いてください。どうしてももう一回見本を見たいっていう人は手を挙げてもらって、助けてフリマルと言ってもらえれば見ることができます。それでは準備いいですか。では用意スタート。これ顔だけですか。あ、いいよ、自由で顔だけでもいいし、全身変えます。1分で、ね、1分。あ、タイムもいいですね。うん、それ2人2つの分かるんですか。うん、どれか1つ自分で選んで、うん、はい、2枚でしょ、これです。あ、1枚でいい、見ながら書いていいですか。いいよ、1分だけで、1分だけ。タッチが繊細だね、やっぱこの2人はさすがだね。上げてもいいですか。書き終わりそうだもんね。そうだよね。じゃあ回収するね。はい、じゃあ回収しまーす。回収しまーす。はーい。どうしても欲しかったら手挙げてくださいね。あれ変えたの？え、あれ変えた。書き直すの？なんか変だ。これうまく書けるか、あのファン作りにすごい、いやそうっすよ、そう大事な部分になるんで、浩平さん。FC やる。そうだね。いいね、ピセフいいね。ディフィース難しい。難しい。お、かわいい。かわいい感じですね、サウロさんは。お、手塚選手、ペンに走りました。クールやな、たくみは。足組んでクールやわ。ビゼウのシルエット気になるわ、これ。もうそじゃかる。ビゼウ、お助けいらないから。Não, não, aqui o rosto agora eu vou fazer. Depois eu vou terminar o pé aqui. O rosto já. Só pá.
サーブも上手だね。仕事だね。ちょっとサーブを欲しい、その手手あげる、手あげる。あ、入ったんで、じゃあ日本を。はい、これです。答え合わせみたいになっちゃってる。できピンパークね。ピンパークね。いいですか。いいですね。真剣やな。試合さながらやな、これは。お、こちらの二選手は。最近絵描いたりしますか？しないよね。クールやな。クールやわ。子供と一緒に絵描いたりしますか？アンパンマン描けるようになりました。あ、本当？すごいね。ちなみにあと3分です。プレイス、手塚選手、あの、いいですか、日本。手挙げる、手挙げる。助けてくれ、マネた。はい。あ、ちょっと早いです。あ、そう。いいよ、はい、ありがとうございます。あ、オッケーです。大丈夫。はい、ありがとうございます。覚えた。あ、オッケーです。オッケーです。マイキの風を知ってるのかな。いいね。匠の振り丸いいね。もうね、完成だ。目青いね。いいね。こんなんじゃなかったっけ。手あげる？手あげなくていい。あ、大丈夫。大丈夫。手塚選手さすがですね。やっぱり。あ、ピンでかこれ。あ、うん。色間違えた。あとね。あと30秒です。あとスイングスイング。スピード生かして、スピード。いいね、仕事が丁寧。あ、じゃあ残り10秒です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了です。終了です。はい、選手の皆さんお疲れ様でした。こちらの似顔絵は5月15日徳島戦フリマルまみれデーにおける選手によるフリマルの似顔絵展にて展示いたします。ファンサポーターの皆さん、15日日発三つ大球技場でお待ちしています。それでは皆さん、またね。さあ、買う、まあ、うまく描けたと思うのでぜひ見てください。フリマルにと、一番可愛いマスコットキャラクターだと思うので自信持ってください。以上です。制限時間がある中で難しかったですが、一番うまく描けたと思います。プリマルはすごい、とても可愛いキャラクターだと思うので、皆さんプリマルのことも応援してあげてください。muito obrigado por trazer alegria para todos nós no estádio. Foi muito difícil de desenhar,
mas no final deu tudo certo aí, ainda mais com o Vizio me atrapalhando. Foi muito legal, incrível, né, desenhar o Fulimaro. No início estava um pouco difícil, mas eu consegui concluir e fiquei muito feliz com isso. Espero que vocês tenham gostado. Fulimaru, você é muito lindo. Tamo junto.